神戸国際中学校、高等学校は、兵庫県神戸市須磨区にある私立の中高一貫女子校。設置者は、学校法人、牧学園、龍谷総合学園加盟校。法律する様に、公明の類似する神戸国際大学とは全く、母体をことにして、無関係であり、兵庫大学、同府属須磨の裏高等学校と姉妹校である。 校舎園系 JR 神戸線須磨駅、山陽電車山陽須磨駅、市営地下鉄明宝寺駅から学校までは、スクールバスが運行しており、自由な校風で三学規制を採用している。国際化教育、語学に力を入れており、英語の他にフランス語を必修としている。兵庫県英語スピーチコンテスト神戸予選第3位、公文校記念小学事業高校生短期、 海外派遣プログラムのメンバーに選ばれるなど実績を上げている。服装は私服。式典の時に純正服としてブレザーの着用が義務付けられている。しかし多数の生徒が中学、高校の制服に準ずる服装で登校している。6年間を2年ずつ基礎、応用、発展段階と3段階に分けており、中学3年生から 総合コースと違反くコースを選択できるようになっている。少人数制で生徒一人数とに教員が対応する。震度においては個人の意思が尊重され、学校全体でサポートする体制が整っている。国公立医学部医学科、有名私立大学をはじめとし、音大、美大などへも多数生徒を輩出しており、海外留学する生徒も現れている。 また、神戸国際を英語にすると、神戸インターナショナルスクールということから、生徒は国際生またはカス生と言われ、このカスは交渉にも使われている。名前が似ているということから、神戸国際大学附属高等学校とよく間違えられる。同じ僕学園の経営する妻の裏女子高等学校の併設校として1947年に発足した。 新生中学校がルーツ。妻の浦中学校は1973年に休校したが、1991年に新たに神戸国際中学校として発足した。ありがとうございます。